はい、どうも、ゆうたです。はい、ということで、前回に続き、ですね、前回は買ってよかったランキング5位というのをやったんですけど、今回はね、買わなくてもよかったかなランキング5位をちょっと発表していきたいと思います。まあ、こちらもちょっとね、僕のね、独断と偏見で決めているものなので、ちょっとそちらはね、ご了承ください。で、まあ、買わなくてよかったみたいな、表現をしてるんですけど、まあ、買わなくてよかったとは思っていなくて、まあ、ちょっとデメリットがあったりとか、っていうことがあるパーツですね。もちろん付けてて、しっかりね、機能してくれてるんで、よかったなと思ってるんですけど、それに伴って、でも、これがちょっとなっていうようなパーツの紹介になりますんで、メーカーさん、すいません。はい。ということで、第5位なんですけど、メーカー忘れちゃったんですけど、プーリーカバーですね。はい。ですね、こちらちょっと僕のエンジンルームが多分動画でたびたび出てるかな、出てると思うんですけど、プーリーカバーがね、僕ついてないんですけど、なぜつけてないかっていうと、まあね、変えたんですよね、社外のに。そしたら、やっぱステーとかがね、折れちゃって、取れちゃったんですよ。で、そのまま、ガタガタになってても危ないんで、もう、いらない。もう取っちゃおうっていうことで、取ってしまいました。っていう感じでね、ちょっとね、ステーがね、割れてしまってね、ちょっとね、残念だったなっていうのがあります。まあ、それ、なんで割れたかのかね、まあ、振動だったりとか熱だったりするのかな、わかんない。それとも取り付けでね、ちょっと締めすぎちゃったのかなとかね、いろいろちょっとわかんないんですけど、ちょっと折れてしまったんでね、はい、そういう感じになってます。プーリーカバーのことなんですけどね、なんかここら辺のね、このステーがね、折れてしまってね、ちょっとね、もうつけるのいいやってなりました。はい、第4位の方なんですけど、ゼロスポーツさんのね、クールアクションっていう商品ですね。はい。インタークーラーのとこにつけて、まあ、冷却効果をね、高めるみたいなパーツなんですけど、それもね、実はね、折れてしまって、はい。まあ、そういうのをね、求めるってことはやっぱ走る人向けだと思うんですけどね。ですね、根元の、ね、つなぎ目のところかな。まあ、アルミなんで、ちょっと弱いんだと思うんですけど、ちょっと折れてしまって、それも振動なのか熱なのか、それともまあ、ね、僕のね、過剰トルクの締め付けによってね、折れてしまったのかわかんないんですけど、はい。でね、他にも、やっぱね、折れてる人を聞いたんで、やっぱちょっと折れやすいのかなっていうのはありまして、こちらにランクインしました。はい。クールアクションの方もこちらにつくんですけど、ここら辺のねやつがちょっと折れちゃって、それもつけるのやめました。はい。で、次第3位の方なんですけど、S207 とか8風のリアバンパーダクトですね。こちらまあダクトっていう名前なんで、そのやっぱダクト、風とかがね、抜けるのかなっていう商品かなと思ったんですけど、抜けない見た目のパーツなんですよね、あれって実は。普通にもう見た目だけ、あれつけてるだけで何も機能がないんですけど、で、それだとちょっと見た目だけで意味ないなっていうことで、僕はタイヤハウスのインナーを切って、そこもリアのタイヤハウスの、まあ、空気をね、抜いてあげて、そちらもまあダウンフォースにつながるのかな、という感じで思ってるんで、まあそちらをね、ちょっと穴開けたんですけど、でも、ちょうどインナーの裏にもうボディが来ちゃってて、そこボディをちょっと切断しないと、思った以上には風が、空気が抜けないんで、まあちょっと効果はかなり薄いかなっていう感じで、
ちょっとこちらにランクインさせていただきました。いや、でもね、別にかっこいいんで、見た目は、気に入ってはいます。はい。で、こちらがリアバンパーダクトなんですけどね。まあ、こうやってダクトになっていますけど、ここはね、何もね、風が通らないと。だそれはちょっと虚しいんで、僕はここに穴を開けて、風を流しています。でも、ここにこう、ボディがあるんで、全然穴が開けられないという感じです。はい、次第2位なんですけど、APR のカーボンミラーですね。はい、こちらはね、とにかくね、見にくいんですよね。とても見にくいんですよ。はい、すごく小さくて、ちょっとね、でミラーの変える向きも手動でやんないといけないんで、もう助手席の方とかね、もうこっちの、運転席はまだ届くんでいいんですけど、助手席の方はね、フルバケだったね、もう大変なのよ、いちいち。で、結構ね、ネジも緩みやすいんで、ちょっとそちらも、まあ、毎度じゃないけど、まあ、定期的に増し締めをして、使っています。はい。まあ、慣れればね、いいんですけど、まあ、これもね、見た目、で、僕買ってるんで。で、あとはね、なるべくミラーを小さくしようというね、ことでつけたんで。はい。そんな感じになってます。で、ミラーの方ですけどね、こんな感じで。もうね、バックするときね、下の線とかこう見たいと思うんですけど、見れないです。はい。こっちもね、直すのに手が届かないで。はい。はい。続いては第1位です。ですね。何種類かあるんですけど、エンジンマウントと、リアデフマウントと、ピッチングストッパーです。はい。マウント系です。で、ここで疑問に思った人、なぜミッションマウントは入っていないんだって思った人、そちらはですね、ミッションマウントを変えた時は良かったんですよ。ミッションの音だけが入ってくるんですよね。ヒュイーンって、あの時は良かったんです。で、その時、それ以降、まあ、各マウントとピッチングストッパーと変えたんですけど、そちらがですね、もうね、振動もすごいけど、ミッションはヒュイーンっていう音だからまだいいんですけど、エンジン音とか、駆動音、ペラ車とかの、回転の音が、すごいんですよ。ヒュイーンじゃなくて、ゴロ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 、ガーみたいなのがすごくて、まあ、取り付けしたことによって、まあ、もちろんね、エンジンマウントとかもついて、まあ、しっかりして、まあ、剛性が上がったりで、だとか、まあ、ピッチングストッパーもね、ピッチの動きが減ってとか、あるんですけど、で、まあ、リアデフもね、がっちりして、効いてくれてるんですけど、全部固めることによって、逃げる場所がないんで、逆に結構なんか刺すにこう来て、逆にそれがなんかピッチっぽいなっていうのも、あるはあるんですけど、まあでも結構一体感がね、あるんで、まあ効果はね、結構あるんですけど、まあね、音、まあ簡単に言うと音ですね。まあ音のそういう弊害があるということを、まあ言いたいだけです。はい。なんで、ちょっと、まあリジットとか、そういう結構ガチガチ系のマウントじゃなくて、まあ ST ハイの強化だったりとか、クスコの強化ゴム系の方が、もしかしたら音をその気にする人にとってはいいかもしれないですね。はい。ということで、まあね。まあやりすぎも注意という感じで。はい。まあ結構ね、もう3年乗ってね、いろいろやってくると。まあ僕もね、ちょっと素人なんで、まあやってね、試してみるっていうのが、まあモットーなんで、まあいろいろやっぱり経験して、はい。こういうようなことが分かりました。はい。という感じで、今回は
以上になります。はい、